はいどうも、ゆうぴかです。本日はアサシンクリードユニティ第4回目プレイしていきたいと思います。第1回から第3回まだ見ていない方はこの動画の概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらもチェックした上で今回の動画お楽しみください。これ先に言っとくとちょっと残酷描写あるんで苦手な方ご注意ください。奇跡の庭、佐渡公爵ね、出てきます。バスティーユ監獄で、全裸で、とかって言ってた、あの人ですね。今は亡き藤原啓治さんの開演にも注目してみてください。愛の街、フランスらしくね、こんなとこでもイチャついてます。ユニティは、アサシンクリードシリーズの中でも、結構残酷描写多いんですよね。見つけたぞ。ブロワ・デキンの部下ラトゥーシュ、ラトゥーシュご注意です。もっとやめてミラ、ゾクゾクするだろう。パリの善良なる市民は五体満足な物乞いに施しはしない。ルロワ・デ・ティンヌはそこに注目して稼ぎの良くない従業員の意欲を駆り立てるというわけ。あの男足をなくした。さあどうする。あそこに乗り込んで大騒ぎしてネズミどもを震え上がらせ巣穴に返したって構わない。それとも追いかけてみるか。群れに紛れて主の元までついてゆく。いずれにせよ、男の足はもうない。これでよし。診療所で焼灼しておけ。済んだら路上に戻せ。よし、行くぞ。アドバイスをどう。まだよ。一体何者だ。なぜ助ける。以前から君に注目していたんだ、アルノ。バスティーユ牢獄で私と共に残酷な仕打ちに喘いだ者たちを救うことが私の務め。それに私もネズミの王が罠で、もだえるのを見たくてね。自己紹介しよう。私はドナシャン・アルフォンス・フランソワ、佐渡公爵。ネズミ狩りに疲れたらぜひ会いにおいで。おや、素敵な跡を残したね。ではまた。いいキャラしてますね。ちなみに佐渡公爵、誕生日僕と一緒なんですよね。6月2日生まれだったはずです。あ、ラトゥーシュ尾行か。うん、これがねちょっとめんどくさいです。うまくいくといいんですが、まあ、ぐだついたらカットしておきます。早く中に入れろ。何か妙だな。死んでますなら、ドブに捨てて中に入れ。いましたね。火事で大やけどを家族を失ったことに。大やけど、大やけどの患者は大抵命を落とすぞ。なんだ、なんか拷問されてますけど、今一瞬立ってましたね。スタンバってたのかな、アルノが来るまで。ルロワ・デ・テュンヌを渡せば命まで。近墓地だ。古い教会の近墓地にいる。
ラトゥーシュ、もっと骨のあるやつかと思ったのに、ご主人様が残念だ。神よ、お助けを。すぐ吐いたね。これ殺せばよかったのにね。結構アサシンシリーズのキャラクターってああいう尋問した後に平気で殺しちゃうんですけどね。あるのはそういう意味では優しいですよね。ほら、どきやがれ。さあ、今回の暗殺ターゲット、ルロワ・デ・デュンニュ。さっきね、ラトゥーシュが思いっきり吐きましたからね、居場所。さあ、下準備は終わりました。行きましょう。いけいけ。すまないぜ。毒殺。ここが隠れ家か。あ、いるね。ユニティやったことある人ならわかると思うんだけど、めちゃくちゃ操作性悪くて本当大変なんですよね。今多分僕のボタンカチ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 って音聞こえたかもしれないんですけど、全然動かないんですよ、キャラが。衛生的に悪そうなとこですね。気がりやがって、裏切り者め。くそ、そう来ると予想はしていたが、あまりに早すぎる。ええー、まったく、アサシンどもには隙がない。こいつ脱出できたのね。数ではこちらが優位だ。そうだろう。そのアサシンを捕まえる。首をはねて持ってこい。さあ行きましょう。まるでベイリエの最後の使いだな。ベイリエの見習いは素晴らしい。ここね、初見の時は本当大変なんですよね。今は装備が整ってるから全然大丈夫ですけど、ずっと銃で狙われるんで。はい、食らう。今みたいな要素をなくすためにシンジケートっていう次回作だと三角で銃をかわすことができるんですが、ユニティはね、もうターゲットでこうやって標的にされて、これがね赤く点滅しちゃうともう避けようがないんですよ。これあ絶対避けれないです。だから当たるしかないんですよ。こんな感じですね。さあ
見事に操作性が悪いんですが、こうなると予測しておくべきだ。もうどんどんこれ上上がっていっちゃえば倒せるんで、終わりました。はい、さよなら。マジで大変なんですよこれ、本当に初見だとね。部下に至るところを監視させています。その情報を騎士団に提供します。近民の王がどんな情報を提供できるか。ネズミの陰謀か。もう下がれ。ネズミの陰謀だと、愚かな奴め、いつか痛い目見るぞ。我が主が喜んで取り計らう。シベール同胞、大丈夫ですか。シャンパンを飲みすぎだ。シベール行くぞ。完了です。デラセールをやった支部長。結構だ。今の支部長が本当の黒幕なんですよね。散々撃たれたから、僕がねこの動画をいつもやるときに前回の動画とか見てくれってお願いするんですけど、最後ね対象を暗殺するときにこういろんなねこう情景や背景が紐解かれるわけじゃないですか。でも過去の動画見てないと何のこっちゃわけわからんと思うので、あえてねいつもそうやってお願いしてるんですよ。今のルロワ・デトゥンヌもデラセールさんにプライドをね傷つけられてたってことですよね。今よし煙だ。エスウ、佐渡公爵がここにいるんですよね。娼婦とかがいっぱいいる中で、おや、我が統治の開始に間に合ったようだね。統治、奇跡の庭がある限り物乞いの王が必要だ。空きができたので私がその座に着いたまで。手回しのいいことだ、死んだばかり。確かに動き出すのは早かったかもな、君が奇跡の庭に来た時から。利用したのか。標的は死んだろ、お互い様さ。大した王国だな。ああ、すごいだろ。で、正義はなされたのか。復讐を果たし魂は腐敗から解放された。腐敗とはいい表現だ。真実に近づくたびに芯まで腐り切っていることを知るからな。陰謀、策略、息を呑む展開、公職な司祭を登場させれば至極の小説となる。手がかりだけでいい。ウグデピュア、なんともそそるね。まあ、幸運を祈る。佐渡公爵は、これは調べたろうね。小説家でもありますからね。どこでそれを。新たな忠実なる家来の一人が持ってきた、いわば敬意の証。実に興味深い。これを作れる銀細工師は一人だけだ。デラセール殺害の凶器に似ている。前から知っていたな。なぜ黙っていた。質問する必要がなくなったら人はどうなる。何もせず知りたいことが全て提示されたとしたら、考える力が衰えるのだ。あるいは無知から解放され多くを成し遂げる。一理ある。職人の名はフランソワ・トマ・ジェルマン。レアール近くに店がある。
感謝する。幸運を。哲学的ですね、今の会話。まあ、次はね、このジェルマンという人物に会いに行くわけなんですけども、まあ、彼が味方なのか敵なのか、どんな人物か、次回楽しみにしていただけると嬉しいと思います。では、今回この辺で終わります。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では。